炎で料理ショー、今月は和食です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月の炎の料理人はホテル国際21の清水シェフ。旬の素材にこだわった本格的な和食が楽しめます。今日はどんなお料理ですか？今日は揚げぶり大根という料理を作ります。お、はい、ぶり大根でも揚げるんですか？そうなんです。菜の花は一度茹でてだし汁に浸しておきます。まずぶりですけども、はい、2切れ用意してあります、はい、そこに塩を振っていくんです。ぶりの両面に塩を振り、10分ほど置いて水分を出し、クッキングペーパーなどで拭き取ります。水分取った方がいいんですか？取った方がいいです。それどうしてですか？ちょっと臭みがあるので。これもその水分、はい、ブリと大根に片栗粉をつけます。この大根はあの米の研ぎ汁で、はい、茹でてあります。どうしてですか？茹で上がりも早くできますし、白くもなりますし、臭みも取れます。そして、180度の油の方で揚げていきますね。油温度調節機能で180度に設定し5分ほど揚げます。揚げている間にソースとなる餡を作ります。鍋にだし汁、醤油、みりん、砂糖、おろし生姜を加え強火で沸騰させます。沸騰したら弱火にし、水溶き片栗粉を加えとろみをつければ餡の完成です。このとろみ加減ってどのぐらい？ちょっと今日は濃いめに作ります。このぐらいどうですか？ではこれで火が通ってきましたので揚げていきますね。はい、もうこれ大根です。真っ白、綺麗に色が。ブリと大根が揚がったら油を切り、器に盛り付けていきます。大根の上にブリを乗せ、その上から先ほど作ったあんをかけます。今日は菜の花です。お吸い物と同じぐらいのだし汁につけてあります。上に菜の花、白髪ネギ、パプリカの千切りを添えれば、短い時間で簡単にできるブリ大根の完成です。おいしい。お出汁の味の中にブリの旨味と大根の甘さがしっかりと引き立ってますね。揚げることによってこのとろみのついた出汁がよく絡まっていいお味になっています。煮る場合と比べて時間が半分で作れちゃうのもいいですよね。手軽でちょっと一味違ったブリ大根、作ってみてはいかがでしょうか？炎で料理ショー、次回はアサリと根菜の炊き込みご飯です。お楽しみに。